こんにちは。こんにちは。今筋トレをしてて、なるべく全身を鍛えるようにしてます。特に僕は昔柔道と水泳をしていたので、上半身の筋肉が非常につきやすいです。今筋トレ始めて1ヶ月ちょっと経ちましたけど、この T シャツがパツパツになるぐらい体が膨れてきました。そこで問題なのは、筋肉がつきすぎて体重が重くなるのが最近の悩みです。マラソンシーズンはだいたい僕67キロ前後、66キロから8キロいかないぐらいだいたい大会に挑みます。だけど今体重71キロあります。ゴールデンウィークでかなり飲み食いしたっていうのはあるんですけど、それでも筋肉がとにかくついて体重がすごく重くなってます。そこで健太さんに相談しました。この筋肉を重くせずに筋肉をつけることはできないのかと聞いたら、どうやら筋肉を肥大ですね、大きくするのではなくて筋力をつければいいということを言われました。ちょっとその辺を健太さんに聞いていこうと思います。どういうことなんですか？筋肥大というのはその名の通り筋肉を大きくさせる、筋肉がつけばその通り力も出せるんですけど、つけた筋肉を最大の力を発揮することが筋力をつけるっていうことになってきます。で、筋力をつけるためには筋肥大させず、多少筋肥大させてしまうんですけど、筋力を多くつけるには5回ぐらい持ち上げれる重さで3セットするっていうのが目になってきます。これをすることで一瞬でバッと力を出せる能力が上がるということになります。今まで僕は8回から10回できる重さで3セットしてきました。例えば大胸筋を鍛えるトレーニングが5キロぐらいの3セットぐらいから始めて、今はもう10キロで8回の3セットできるぐらいになってます。で、今日その話を健太さん、筋肥大と筋力の話を聞いて、それで筋力をつけるには5回の3セットがいいということだったので15キロの3セットしました。まだなんとかまだ17、8キロぐらいまでは持てるかなとは、片方持てるかなと思ったんですけど、15キロぐらいがちょうど良かったのかなとは思います。そういうトレーニングもあるんだなとすごく勉強になりました。6月の2日に天草でトライアスロン大会がありますけど、その大会に向けて今回は筋トレを大会の10日ぐらい前まで筋トレはしていこうと思ってます。筋トレをすることでスイムが非常に速くなります。僕はだいたい週に1回ぐらいしかスイムの練習はしてませんけど、この間の日曜日に 3000m 泳ぎましたけど、55分とか6分ぐらい、55、6分で泳げました。それっていうのはだいたい 1500m を28分ぐらいのタイムです。28分っていうのはまあまあ早いタイムです。で、 3000m を56分ぐらいっていうのはそこそこ早いと思います。週1の練習でそれだけなんですね。それっていうのはもともと水泳をしてたっていうのももちろんありますけど、筋トレをしたっていうのが非常に大きいです。これは実感してみるしかないですので、ぜひ皆さんもトレーニングはされた方がいいです。もちろんスイムだけじゃなくてバイクもランも全部筋トレ必要です。もうしたらわかります。圧倒的に違いますから。何が大事かっていうと、やはりどこを鍛えるのか、どのように鍛えるのか、正確にできてるのかとかも、その辺もすごく大事ですので、身を見真似でやるというよりはできれば人に見てもらいながらやった方が確実にいいです。もう効率が全然違いますので、筋力と筋肥大どっちからじゃ先に鍛えるのがいいのかっていう問題にもなります。僕が思ったのは、筋力をガシガシ鍛えてしまえばそれだけでいいんじゃないかなとは思ったんですよ。筋肥大させなくても今の状態で筋力さえつけてしまえばなんだかいいような、どうなんですか？それも一理あるんですけど、
まあ、例えば50キロ持ち上げれる5回3セットはギリギリっていう人と筋肥大させて80キロ8回できる人って比べてしまうと、やっぱり50キロを5回しか持ってない、80キロを8回も持てるっていう、ここで差が出てしまうので、でそうなるということは、もともと持っている筋肉の量を増やしてあげて、それをより使えるようにしてあげるためにする必要があるので、まずは筋肥大を少ししてあげて、まあその競技によってですけど、あまり重たくしない方がいい競技はつけすぎたらいけないですし、逆にまあ瞬発系の種目コンタクトスポーツはつけた方がいいので、それをつけてその後筋力アップをしてあげるのが一番いいかなと思います。着分けっていうのがまた難しい大会に合わせたりとか、それもあるし、あとは競技の特性だよね、うん、競技の特性にどうやって合わせていくか、あとは競技の特性プラスその人の特性っていうのもあるから、筋肥大と筋力っていうのは非常に難しい加減、例えばマラソンであれば筋肥大筋力、これはもちろんつける必要があるけども、つけすぎると体が重くなって走れなくなると、だからその辺の加減っていうのはもう本人が試すしかないかなとは思います。トライアスロンの、トップアスリートたちっていうのは、だいたい身長が180センチで体重が70キロぐらい、体脂肪が 10% ぐらい、今の僕が、181センチの71キロ、体脂肪が 12% ぐらいです。ですので、あともう少し体を絞ればトップアスリートの仲間入り、体だけできるけど、まあ、体を先に作ってしまうっていうのもいいでしょうしね、うん、けどその競技の練習もしないといけないっていうのが一つで、トレーニングをしてもその競技の動きをしてないと、その動きに合った、まあ、連動ができないので、筋力トレーニング筋肉つけても速くはならない。トレーニングと競技の練習、この2つをしっかりしてやっと競技力がアップする。あくまで補助トレーニングだもんね、うん、なのでこう筋力トレーニングして競技が悪くなったっていう選手も中にはいますけど、まあ、そのつけた筋肉をうまく使いこなせなかったっていうのも一つはあるのかなと。プロでさえその見極めが難しいわけだから、やっぱり素人の我々が難しいっていうのはもう当たり前と思った方がいいっていうことだよね、はい、本当にその辺の加減は難しいから、それを自分一人でできればいいけど、プロでさえ人に頼まないとできないことだから、まあ素人である多くの方にとっては、身近に頼れる人がいたら頼った方がいいとは思いますけど、まあ、そこは個人差が、それこそ個人差がありますからね、自分でどうしてもやりたいっていう人はそれでいいでしょうし、とにかく筋トレはおすすめします。競技の練習をしながら、その使える筋肉にしながら筋力筋肥大というものをしていく、そして練習をする、その繰り返しで使える筋肉になっていきますのでね、やっていただければいいかとは思います。それではまた、ありがとうございました。